今週はですね、掃除をしていくと、いうことをですね、お話をさせてきました。不思議とですね、これ掃除をする、整理整頓をしていくということで、実はこれって財布につながっていくんですね。そうですね、皆さん方あまりそのお分かりにならないと思うんですけど、例えばその物がそこに溜まってしまうと、それをずっと使わないで置いておくという形の場合ですと、風通しが悪くなるんですね。それによって、そのお金の流れっていうのも、そこに結びついていくということになるわけです。ですので、ぜひ皆さん、そのことあることにですね、掃除っていうのをこまめにされていくということは重要ですし、またそれによってですね、実は自分自身も少しこう、きれいになっていける。例えばそのダイエットに役立つとか、そういったことにもつながっていくということです。非常にですね、私そうなのということを皆さんこう摩訶不思議、信憑性があるのかなって思うと思うんですが、ぜひ、試してもらえればと思います。ありがとうございました。